が来た。うわ、すごい。これがひょうたん池。で、奥行くと広くなってんの。ここは大丈夫でしょう。だから。
久しぶりです。お久しぶりです。大丈夫？大丈夫です。大変ですね。大変です。あ、わかります。今ちょっと。あ、そうですか。あ、じゃあちょっと見てきますね。あ、そうですか。あ、わかりました。トレーナーの女の人も80いくつよ。ただ挨拶したら仕事頼まれちゃって、危ない危ない。しゃべんじゃねえかと、帰ればよかった。入れるし、こんなの、あ、この程度だ。これまだこんな、全然できませんね。ズボズボ、もっと雪降って固まんないから冷えねえとダメだわ。社長。
張もあれだ、釣りはうまいんだから。ほらテントだったら絶対やんねったって言ってたから。テントでやってんのは見たことねえんだから。あーつほんとうまいかんね、この社長は。俺の次にいや俺よりうまいか。もう一回、ここの社長ほんとうまいんだ。釣らして、あーいつ釣ってくから、サクッとか言いなくなってからもう帰っちゃって。やっぱそういう風な釣りやんなきゃダメなんだよな。